それじゃあ行ってくるよ。後のことは頼んだ。ああ、兵撃のことは初穂ちゃんに任せとけ。ロンドン戦は3日後です。それまでには戻ってきてくださいね。もちろんさくらさんと一緒に。そのつもりで頑張ってみるよ。清十郎。ん？さくらに変なことしたら成敗しない。変なことってなんだよ。遊びに行くんじゃないんだぞ。それじゃダメよ。いっそ遊んできなさい。仕事のつもりで行ったらさくらもゆっくり休めないでしょ。それは確かにその通りかもしれないな。まあさくらのことよろしく頼むぜ。ほんじゃ行ってこい。心配ですか？ええ、とても。雨宮さんのこと、それにやらなければならないことが多すぎて困ったわね。定件ですか？そうね、それもその一つよ。何年ぶりだろうな。もうあそこに行くことはないと思っていたのに。10年ぶりぐらいか。ここは変わってないな。二人で裏山に入って剣術の練習とかキノコ狩りとかしてたよな。おじさんの家事仕事について行って一日中野山を駆け回ったりもしたっけ。おじさん今も刀を打ってるんだろ。さくら、あそこにいるのもしかして。お父さん。ご無沙汰しています。鉄管さん、神山清十郎です。清十郎。聖望か。誰かと思ったぜ。大きくなって見違えたな。で、今日は何の用だ。久しぶりに遊びに来ました。この辺り変わってなくていいところですね。大方うちの娘が何かしでかしたんだろう。セーボンよ、嘘が下手だな。まるっきり嘘でもないんですが。というかご自身の娘さんにも容赦ないですね、相変わらず。日向さんが亡くなってからもう10年ですか。ああ、帝都が大変なことになってた頃だな。今もまた大変になってきました。こんな田舎にも知らせは届いてるよ。また甲馬が出たんだってな。はい、夜叉と名乗る甲馬が定剣を渡せと。定剣？何か知っているんですか？いや、知らん。その夜叉という甲馬が新宮寺さくらさんの姿にそっくりだ。なるほど、それで逃げてきたわけか。いや、逃げてきたというわけでは。
ここに来たってのはそういうことだ。家にいたいなら好きなだけいろ。ここはお前の家なんだから。お父さん。セイボン、いや神山君、今日は泊まっていきなさい。二人ともゆっくり休んでいくといい。さくら、こちらを向いてもくれないか。それなら。やっぱりそっとしておこう。さくら、仕方ない。じゃあこっちから行くよ。まだ俺と話す気にはなれないか。口を閉ざされたら、心まで閉ざされたようで悲しいよ。こんな風に縁側で話すの久しぶりですね。そうだな。あの頃はまだ子供だった。俺が突然引っ越すことになって、一緒に遊ぶこともなくなったんだよな。聖兄さん、いきなりどっか行っちゃうんですもん。寂しかったんですよ、私。ごめん。兵学校で学ぶのが俺の夢だったから。さくらに夢があったようにね。そうですね。私は帝国歌劇団に入る。そればっかり考えて、新宮寺さくらさんに憧れて。同じ名前なんだからきっと新宮寺さんみたいになれるって。それを疑うこともなくずっと夢見ていました。
桜らしいな。でももし夜叉が新宮寺さんだったなら、私は聖母、風呂の準備を頼む。食事の前に入ってしまえ。